こんにちは。皆さんは好きな女性とデートするとき、どんな話をすればいいか悩んだことはありませんか？特にそれが初めてのデートならば、どんな話をすれば喜んでくれるだろうか。話題が途切れて沈黙したらどうしようと考え込むのは男性ならばあるあるですよね。好きな女性とのデートのときは緊張しすぎて頭がパニック状態になることもあります。とにかく会話が途切れないように、趣味は？どこに住んでるの？好きな食べ物は？と矢継ぎ早に質問を浴びせてしまうと、彼女は面接か！とあなたに幻滅してしまいますよ。そうならないためにも、事前にデートを成功させる話題を準備することが大切です。今日の動画ではデートを成功させる話題を7つ紹介します。何事も備えあれば憂いなしです。事前に効果的な話題を準備しておけば、もうあの沈黙を恐れなくて大丈夫です。デートを成功させるのにとても効果的な話題ですので、ぜひ内容を理解してデートに備えてくださいね。1、共通の話題。デートの時に最優先でやるべきことは共通点を見つけることです。趣味、出身地、好きな食べ物、それでもダメなら好きなファーストフード、朝ごはんの定番なんかでも構いません。少しでも早く彼女が、わかる、そうなの、と共感してくれる共通点を探し出しましょう。特に初デートの時、女性は期待とともにあなたへの警戒心も抱いています。あなたを警戒している状態では、いくら会話しても彼女の耳にはストレートに入っていきません。まずはあなたが彼女にとって味方であると認識してもらい、お互いにコミュニケーションを楽しめる状態に持っていくことが必要です。共通点がありそうだなと感じる話題があったら、その話を深掘りしてください。よりマニアックな内容で共通点を見つけるほど、彼女のあなたへの親近感は増していきます。うまく共通点で盛り上がれば、彼女はリラックスしてあなたと会話する準備が整います。ここまでを早くクリアして、次の会話につなげていきましょう。2、恋愛の話。彼女と恋人の関係になるためには、単なるお友達ではなく、異性として認識してもらう必要があります。そこで必要なのが、彼女があなたと恋人関係になるのをイメージさせることです。皆さんは、テレビなどでハンバーガーを見ると、急に食べたくなることはありませんか？これは、テレビという視覚情報から、ハンバーガーの記憶が呼び出されるときに、美味しかったという記憶も同時に思い出すことが、現在の感情に影響する効果です。彼女は、過去の恋愛話で、昔の彼氏や出来事を思い出すとともに、その時のドキドキしていた感情も同時に思い出します。ドキドキする感情になることで、彼女の頭は恋愛モードに切り替わります。恋愛していた時の楽しかったり切なかったりした感情が彼女の脳内を支配してしまうのです。その状態で目の前にあなたという異性がいたら、人の脳は勝手にこの人と恋人だったらという想像を始めてしまいます。この想像をしたことによって、あなたは彼女に異性として認識されるわけです。恋愛話を始めるのは少し勇気が必要ですが、頑張って切り出してみてくださいね。3、これまでどういう人生を歩んできたのか。皆さんは自分の昔話をどのような人に話しますか？ここは一つ、彼女の視点に立って考えてください。彼女の最近の話なら、周りの人に気兼ねなく話ができるでしょう。大学や高校時代の話ならば、それなりに親しい友人に話していると思います。それでは、小学校時代の話を知っているのはどのような人でしょうか？おそらく、家族や親戚、昔からの親友などかなり親しい人に限定されます。もうお気づきかもしれませんが、より昔の話を知っている人ほど彼女にとっては大切な存在として認識されるのです。学生時代の部活や趣味などをきっかけに小学校時代の話などを聞き出せれば、無意識にあなたを親しい人と考えてしまいます。また小さい頃の話には、その人の価値観を決定づける大きな出来事があるかもしれません。本人も忘れかけていたその出来事を共有できれば、彼女の親近感はより増していくでしょう。4、動物の話。動物の話はとても効率よく親近感を高められる話題です。その理由は3つあります。同じ動物好き同士はすぐに仲間になれて親近感が一気に高まること。
飼っているペットの話なら相手が長時間話してくれるので心理的に楽なこと。相手の話を聞き出して共感していれば良いこと。まずは彼女に犬派、猫派のどっち？と聞いてください。そして彼女の答えに合わせて、そうだよね、やっぱりそっちだよね、と共感し、自分が同じ仲間だと認識してもらいましょう。そこからは、家で飼ってるの？どういうところが可愛いと思う？と少し深掘りすれば、多くの女性はペット自慢か持論を楽しそうに話してくれるでしょう。もし話しているうちに別の動物を話題に上げてきたら、そうなんだ、それって詳しいこと知らないからぜひ可愛いところを教えて、と聞けば大丈夫です。間違っても持論を彼女に語ってデートの雰囲気を壊したりしないでくださいね。5. 次のデートにつながる話。会話している中でイベントや新しくできたショップの話が出てくれば大チャンスです。そこはすかさず、それいいね、じゃあ一緒に行こうよ、と次のデートにつなげてください。次のデートにつながる話は女性にとっても嬉しい話題です。女性は気になる男性との関係が短期間で終わることに強い恐怖感を抱いています。これは女性の本能に根ざしているもので、男性では理解できないくらいの強烈な感情です。次もデートする可能性が見えれば、私は短期間で捨てられることはないという安心感が得られるのです。ここでのポイントはさりげなく当たり前のように誘うことです。当たり前のようにデートに誘うことは、女性に強い男、余裕のある男をイメージさせます。女性は強い男に従っていきたいという願望があるので、これができればあなたの評価は一気に高まります。ここで誘って嫌がられるようならば、おそらくデート中に何か失敗をやらかしていることが考えられます。その場合はジタバタせず、速やかにお開きにして、またのチャンスを伺った方が良いでしょう。6. 一日の過ごし方。もし話題が途切れそうになったら、一日の過ごし方を聞いてみましょう。一日の時間の使い方には、その人の生活スタイルが反映されています。起床時間や毎日の習慣など、相手の生活ぶりが分かれば、価値観や性格がそれとなく分かってきます。家に帰る時間が分かれば、連絡するタイミングも把握できて何かと便利です。ただし、この話題はあまり深掘りしすぎてはいけません。彼女との親密度が足りない状態でプライベートに踏み込みすぎると、あなたのことを警戒するかもしれません。特に夜の過ごし方は危険領域なので、慎重に聞くことを心がけてください。 7. 毎日の3食の取り方。食事の話はコツをつかめばデートを成功に導ける良い話題です。ほとんどの人は食に対して強い関心を持っています。共通点を見つけやすいですし、仮に違いがあってもネタとして楽しみやすい話題です。彼女が自炊やお弁当を作っているのであれば、家庭的だねと褒めてあげればきっと喜びます。ここでさりげなく、手料理上手そうだよねと言えば、彼女はあなたに手料理を振る舞うシーンを頭の中で想像し始めるかもしれません。想像させるテクニックによって、あなたをますます意識し始めるでしょう。今度機会があったらご馳走してねと言い残せば、次のデートでお弁当作ろうかななんて思ってくれるかもしれませんよ。今回は好きな女性とのデートを成功させる話題を紹介しました。デートの会話で大切なポイントは、自分のことを話す必要はないことです。女性は自分の話を誰かに聞いてもらいたい生き物です。男性は基本的に聞き役であり、彼女の話を引き出すためのナビゲーターだと理解しておきましょう。彼女があなたに聞きたいことがあれば、向こうから質問してきます。質問が増えてきたり、詳しく聞いてくるようになれば、間違いなくあなたへの関心は高まっているでしょう。しかし、ここで焦って自分のことを話しすぎてはいけません。少しだけ答えて、詳細はぼやかすくらいにした方が、彼女は好奇心を刺激されて、あなたのことをますます知りたくなってしまうでしょう。この気持ちは次のデートにもつながりますので、ぜひ実践してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。